俺たちのジャパンへようこそ。警察官は私たち市民の安全を守ってくれる必要不可欠な存在です。直接関わりを持ったことのない人もいるかもしれませんが、存在してくれていることで地域の平和を守ってくれています。そんな警察官はもちろん日本以外にもいるのですが、その扱いは全く別物なんだとか。今回は以前インターネット上で話題になった黒人男性が日本の警察官の対応に感動した動画に関するエピソードをご紹介します。一体海外では日本の警察とどのように違うのか、そして黒人男性に何が起きたのか、よかったら最後までご覧ください。僕は日本人の大学生で周平という。コンビニでアルバイトをしているんだけど、同僚にアメリカ出身で黒人のマイケルがいる。年は僕より2つ上だけど、明るく気さくな性格で、お互い言語が片言ではあるけど、私生活でも遊ぶほど仲がいいんだ。今日はそんなマイケルから聞いた話を紹介していこうと思う。ある日のバイト中、店があまりにも暇だったので、そこら中の掃除をしながらなんてことない雑談をしていた。その時にマイケルが言った。そうだ、最近素晴らしい動画を見たんだ。マイケルの目は見たことがないくらいキラキラしていて驚いた覚えがある。何？動画の内容はこんな感じだ。その動画を投稿したのはマイケルと同じ黒人男性。日本の道路を自動車で走行中、 U ターン禁止の標識に気づかず違反してしまったそうだ。そこに通りがかった警察官に止められて、黒人男性はすぐに応じたそうだけど、驚いたのはその先。日本人の警察官は免許証を提示するよう要求し、黒人男性が慌ててポケットの中を探している間も黙って待っていてくれたそうだ。罵声を浴びせられることも、警察署に連行されることもなく、結局警察官は男性の免許証を確認して減点しただけで、大きなお咎めはなかったという。マイケルはこれらの動画の流れを僕に説明し、こう言った。この動画を見て本当に驚いたよ。日本の警察官は優しくて人々を守るために存在しているんだね。相変わらず目はキラキラしていたけど、申し訳ないけど僕はこのエピソードのどこに感動する箇所があったのか理解できなかったんだ。自動車に乗って違反をしてしまったから警察に止められて、免許証を見せて減点される、ごく普通の流れとしか思えなかったんだ。とはいえ、これだけ感動している様子のマイケルに、この動画のどこに感動する場所があるの？とは言いにくく、考えた末、かなりオブラートに包んで疑問をぶつけることにした。マイケルはどの場面に一番感動したの？すると、マイケルは待ってましたと言わんばかりに、この動画を見て感じたこと、そしてアメリカでの真実について話してくれた。それらは日本で生まれ日本で育ってきた僕にとって想像を絶するものだった。まずアメリカでは警察官による市民の暴行が問題になっているらしい。確かに言われてみれば、何年か前に警察官に暴行された市民が命を落としたというニュースを聞いたことがある。もちろん悪いことをする人がいけないのは前提だけど、裁判で刑が決まったわけでもないのに必要以上に暴行を加えるというのは衝撃的だった。僕の知る限り日本では聞いたことがない。だけどマイケルが言うに、アメリカで警察官による暴行は少なくないんだとか。なんで？警察官だって他人を暴行したら犯罪じゃないの？僕は不思議に思ってそう尋ねた。するとマイケルは、警察官は特別優遇されているようなものなんだ、そういう法律があると言ったので驚いた。確かに日本でも警察官は拳銃を持つことが許されていたり、許可があれば家宅捜索をすることができたり、一般市民には許されない権限を持ってはいると思う。だけどそこに私情を挟んだり、必要以上に権力を使用したりしたら大問題になるんじゃないだろうか。警察に全く詳しくない僕でも容易に想像できるくらい、それは日本で常識だと思う。
どんなに権威ある職業でも、どんなにお金持ちでも、日本人であるということに変わりはないのだから、特別扱いなんてないのが普通だ。それなのにアメリカではマイケルがこう断言するくらい警察官の特別扱いが常識化しているのか。この時点で日本とアメリカに大きなギャップを感じた。そしてその警察の特別扱いを許している法律というのが限定的免責制度というものらしい。僕はこの言葉を初めて聞いたんだけど、アメリカでは広く知られていることのようで、ここの限定的で意味しているのは、警察官の行った犯罪かどうかを疑われる行為の中で、以前裁判で有罪になった事例があるもののみ処分を適用するというもの。つまり極端な話をすると、警察官が誰かを暴行し怪我を負わせても、全く同じ状況下で有罪判決を出した事例がなければ全くの無罪であるということ。そんなこと言ったら、今までになかった方法を取れば人の命を奪っても無罪なのかと思ってしまったけど、そこのところは詳しく知らない。でもどちらにせよ、日本では考えられない力が警察官にあることは事実のようだった。もちろん警察官の中にそんな職権乱用を働く人は多いわけではないと思いたいけど、だからさっき紹介した黒人男性の動画のように、ちょっとした違反でも当たった警察官が悪ければ罵声や暴行を加えられることもあるらしく、市民はひどく怯えているらしいんだ。人々の安全を守り安心させてくれる存在であるはずの警察を恐れなければならないなんて、僕の今までの人生では想像できないような現実に体が震えそうになった。と、ここまででもアメリカ警察の実態は衝撃的だったけど、マイケルの口からさらに驚く内容が。しかも警察の暴行の対象になるのは黒人だけなんだ。マイケルの表情はすごく悲しそうだった。警察の権力が強く、市民に暴行を加えるだけでもかなり驚きなんだけど、それが黒人だけに限定されているというのも。でも確かに欧米では以前より緩和されたとはいえ、現在も黒人差別がなくなったわけではないと聞いたことがある。世界にそういう問題があるのは知っていたけど、現実で友人から聞くと少し違った感情が湧いてくる。実際僕の父さんも駐車禁止に気づかず数分自動車を停車させたことがあって、それで警察から暴行されたことがあるんだ。幸い大怪我にはならなかったけど、身近にそういうのを見ると警察に対して嫌悪感を抱かずにはいられなかった。もちろん違反をした父さんが悪いことは分かっているよ。でも暴行なんてする必要ないじゃないか。しかも黒人だからあったなんて納得できるわけがない。マイケルの言う通りだと思った。肌の色なんて人の背が低いか高いかと同じような自分で選ぶことのできない体の特徴でしかないのに、それを使って人を差別するなんて絶対に間違っていると思う。しかも人の安全を守るはずの職業である警察官が。ひどい話だよ、許せないな。とはいえ、警察に関する知識も人種差別に関する知識も大してない僕、うまい返しが見つからずにただマイケルに同調することしかできなかった。マイケルは少し悲しい顔で笑って、ありがとう、でもごめんと言った。え、なんで謝るの？僕が聞くと、正直な気持ちを話すと、僕は日本の警察もどうせ同じだと思っていたんだ。いや、警察だけじゃない、日本人だってどうせ黒人差別をする人だって思っていた。だってずっとそういう環境で生きてきたから、僕たち黒人を差別の目で見ない人が存在するなんて思えなかったからね。マイケルはそう答えた。確かに僕がマイケルの立場だったら、人種差別のない国があるなんて信じられないかもしれない。もちろん日本だってゼロとは言い切れないんだろうけど、僕の知る限りは肌の色にこだわっている人なんて見たことがない。マイケルは今どう思っているんだろうか。日本のイメージを変えることはできたのか。僕は少し緊張しながらマイケルの次の言葉を待った。すると、でも全部僕の思い違いだったよ。
周平をはじめ職場の日本人はみんな親切で、唯一黒人の僕にも変わらず接してくれる。それにさっきの動画でも日本の警察は人種に関係なく優しくしてくれるみたいだ。あの動画の話を聞いた時の君の反応が日本人の差別意識のなさを表していると思ったよ。本当にありがとう。マイケルはそう言って笑ってくれた。確かに僕に黒人を差別する気持ちがあったら、さっきの動画の話を聞いてすぐマイケルが素晴らしいといった意味を理解できただろう。あの日本人警察官の対応を普通と思える日本で生まれたことを僕は幸せと思うべきなのかもしれないな。いや、僕は何もしてないよ。話してくれてありがとう。いつもアニメの話やお笑い芸人の話などふざけた会話ばかりしている僕たち、珍しく真面目な話をして少し照れくさくなってしまった。で、この話している間誰もお客さん来なかったな。本当だ、暇すぎる。そしてまた笑顔で仕事に戻ったのであった。僕は日本人で人種差別を受けたことはないし、警察から暴行されたことも身の危険を感じたこともない。そしてこれからそういう国に移住することもおそらくないんだと思う。でもきっと僕が差別に苦しむ人たちのためにできることが一つもないわけではないと思う。マイケルのように自国で差別を受けて苦しんだ人たちを日本で喜ばせてあげられるように、そういう優しい国で居続ける努力を小さくてもいいからしていけばいいんじゃないかな。マイケルと話してそう思うことができた。動画に登場した日本人警察官もきっと世界中の差別を受けている人たちに希望を与えたんだろうな。そう思うと日本人であることがなんだか誇らしく感じるよ。警察官が黒人の命を奪った事件、私もニュースで見たけど気の毒だった。不当な暴行は取り締まってほしいよ。白人だからいい、黒人だからダメって、未だにそんな古い考え方の人たちがいるんだね。私の国もアメリカほど警察官が恐ろしい存在ではないけど、日本の警察官のほのぼの加減にはびっくりした。ニコニコしてお祭りの見回りをしていたよ。アメリカの警察ってこんなにひどいんだ。これじゃあ何のためにいるのか全くわからないね。いなかったらいないで困るんだろうけど。僕も黒人だからこの動画を見て感動したよ。世界中の警察官が日本人のようになればいいのにって何度も思った。みんなが優しくて自分に危害を加えない、それが当たり前と思える日本人はものすごく幸せ者だと思うよ。いいな、私も日本で暮らしたい。そうしたら警察官の目から逃げるように車を運転しなくて済むものね。黒人差別を含む全ての人種差別が早くなくなってほしい。その先頭を切っているのが日本というわけだね。アメリカ警察の実態を知って驚いた人も多いのではないでしょうか。もちろんどこの国の警察も不正をせず心から善良で市民を守ろうとする人もたくさんいると思います。しかしそんな中でもやはり自分の都合のいいように権力を使う人がいるというわけですね。警察から暴行を受ける対象となってしまっている黒人の方たちから見れば、日本のような優しい警察になってほしいという願いは当然のことだと言えるでしょう。しかし日本とアメリカでは犯罪件数も内容も大きく違います。そう考えると優しい警察官では数々の犯罪を防げないので、多少の強制力は持っておきたいということなのかもしれません。それにしても黒人の一般市民が不当な暴行を受けないよう、いい方法が見つかるといいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。